信じるんだ。地獄のような鍛錬に耐えた日々を。お前は必ず報われる。なんだ、先ほどまでと雰囲気が変わった。極限まで叩き上げ、誰よりも強靭な刃になれ。こいつ、行け。耳障りな音だ。やったな、敵歴一戦。うっ、残念。そらよ、死ね。そらよ、早い。敵歴一戦。早いぞこいつ。こちらの攻撃が追いつかない。雷の声。気のせいか。いや、さっきからずっと同じ構えを何度もしている。そうか、間違いない。あいつは一つの技しか使えないんだ。そらそら。死ねえ。さあ、ほらよ。敵歴一戦。なるほどね。敵歴一戦。一戦死ねえ。ヘキヘキ一戦見せてやる。こっちだ。ヘキヘキ一戦。そらよ、死ね。そらよ。さて、いつの間に。おやおや、ヘキヘキ一戦。逃がさない。こっちだ。ヘキヘキ一戦。恐怖で引きつる顔を見せてる。そらよ、死ね。逃がさない。さて、ヘキヘキ一戦。ちっ、しつこいやつめ。お前たち飛びかかれ。雷の呼吸、
一の方。なんだ、空気が揺れる。人間風情が。霹靂一閃。一つのことを極めろ。極炎。切られたのか、俺があいつに。毒でろくに手足が動かせない奴に。夢を見るんだ。幸せな夢なんだ。俺は強くて、誰よりも強くて、弱い人や困っている人を助けてあげられる。いつでもじいちゃんの教えてくれたこと、俺にかけてくれた時間は無駄じゃないんだ。じいちゃんのおかげで強くなった俺がたくさん人の役に立つ夢。でも、もうダメだ。諦めるな。諦めるな。呼吸を使って少しでも毒の巡りを遅らせる。痛くても苦しくても楽な方へ逃げるな。じいちゃんにぶったたかれる。そうだ、炭治郎にも怒られるぞ。もしもーし。誰だ。もしもーし、大丈夫ですか。今の音、雷が落ちたのか。知るか。